鉄砲山古墳は埼玉県両田市埼玉にある古墳。形状は前方公園墳。埼玉古墳群を構成する古墳の一つ。国の特別史跡に指定されている。また、集合を含めた全長は163メートルと推定されている。古墳群中3番目の大きさの前方公園墳である。双子山古墳を80%に縮めた形をしている。 1967年、1983年、2008年、及び2010年から2015年までの予定で発掘調査がされており、円筒派には、朝顔形派には、恥き、末木などが出土している。築造時期は6世紀後半。鉄砲山古墳の際だった特徴として、二つのことが挙げられる。一つは、 全国的にとても珍しい見重堀を有する古墳であることで古墳の西側の一部で三重目の堀が確認されている。ただし全周するのかどうかは明確でない。見重堀を持つ古墳は、福岡県久留米市にある大塚古墳、道県浮橋の月岡古墳のほか、千葉県三部市の大定権現塚古墳等に認められている程度である。 もう一つは西側中津津から大きく突出する、作り出し場の施設が確認されていることで、同様の施設は、東海山古墳、双子山古墳、将軍山古墳でも確認されている。埼玉古墳群以外では、群馬県藤岡市七越山古墳や福岡県八女市の岩戸山古墳で、同様の施設が確認されているものの、規模は小さく、位置や構造も異なる。 公園部上で行われたレーダー探査と発掘調査の結果から南に開港する横穴式石室が存在することが分かっている。ただし、石室本体の発掘調査は行われておらず、未到屈か否かは不明。南側クビレ部に石室へ向かう階段状の墓道が設けられていて、石室入り口は粘土で厚く覆われていた。前庭部から 底部ブ先の末木大神が出土している。鉄砲山という名前は、江戸時代に、お師範の砲術演習所があったことに由来するが、発掘調査によりその具体的な姿が確認されている。訓練場があったのは、北側くびレ部付近で、訓練場を作るために紛糾が改変されていた。銃砲弾が通る、矢道、的を立てた柱穴。 命中状況を見る者が隠れたやみつかなどが確認され、付近からは1から200問目の18種類154点の重砲弾が掘り出されている。ありがとうございます。